はじめましての方も2度目まして以上の方もおつまわり、かしまわりでございます。はい、本日はこちらローラースタンプの方がまた届きましたので、こちらを本日は開封していこうと思います。はい、ではね、下画面に移ってまいりました。本日もこちら10個ですね、10個こちらの方を開封していきたいと思います。まあ、前回ね、名古屋蘇我畑が被ったということになりまして、まあちょっとね、まだまだ全選手コンプリートまでは程遠いかなというのは状況になってきておりますけれども、今日はどうなるでしょうか。はい、では本日の記念すべき1個目がこちら町田ですね。はい、ありがとうございます。かぶっておりません、ありがとうございます。こちらも本日は、前回の分と、かぶりなしというところからスタートしております。はい、ではね、まあ、この調子でじゃんじゃかと開けていこうかなと思います。いや、しかし暑いわこの部屋。ほい、はい、金森ですね。トスでこの間いきなりアシスト決めてましたけども、まあ、向こうでね活躍してまた当時のようにがっつりとドリブラーとかその仕掛ける部分っていうのを思い出して戻ってきてほしいですね。はい、その次3つ目がこちら大きく、あ、いいっすね。このまま順調に被らない状況でいくのマジあり。大きもな、天皇杯出てくるかなと思ってたんですけどね、ちょっとねその辺のところでもう少し早く見たいなっていう選手でありますね。特に後ろからのビルドアップだとかキックの部分のところに特徴を持っているので、今のチームにもたらしてくれる作用っていうのは結構大きい部分があるんじゃないのかななんていうふうにも思っております。はい、では本日4つ目がこちら、あ、スンテですね。ゴールキーパーが連チャンしてまいりました。あとこれで今日川又出てくれればゴールキーパーはコンプリートになるんですけどね、どうなるかな。はい、では本日1つ目がこちら、長木って被ってたよね。ちょっと待って、長木はそうですな、前回も長木は出てますな、前回も出てますな。はい、ということで長木が被ってまいりました。まあそうだね、これで20個開封することになるんで、ほい、うおっ、ここでまさかの連続長きここでまさかの連続長きときましたか、どうきましたか。ほい、あ、いいですね、関川ですね。こちらも被ってはいないですね。ただその今シーズンの商品だともうすでにいなくなってる選手がいるっていうのもちょっと切ないところではありますよね。はい、では続きまして8袋目、せーの、ひょい、あ、ヤスですね。ヤスも前回出てないから被りはなしということでございます。はい、よいしょ。では次が続きまして9個目、はい、おわー、あー、ゴールキーパーとボランチは被らなければならない決まりでもあるのか、もしかして前回も名護と蘇我畑が被ってたんですよね。なのでその辺のところがちょっと出てきちゃったな。はい、では最後の1個がこちら、はい、佐々木翔吾ですね。ありがとうございます。イケメンの佐々木が出てまいりました。はい、というわけで本日はちょっと近づけます。おい、町田、金森、沖、スンテと長木が被りまして、関川、遠藤、佐々木となりました。はい、ではちょっと前回の分と合わせて見てもらおうと思います。はい、ということで前回の10個分と合わせたのがこちらでございます。15個ですね。なので
20個開けて15人が揃ってきたということになってまいりました。ということは単純計算であと20はね開けなきゃコンプリートができないのかなというようなイメージになってきてしまいました。まあ、それでもね、まあ、そのペースで本当に行ってくれるのであれば良心的な確率で出てくるのではないかなと思います。ただまあ今後ねこの後ですよが問題になってくるかなと思います。まあ、何せねもうすでにね長きに関してはねこれで3つでございますから長きフィーバーということでね、今回は、なってまいりました。はい。まあちょっとねコンプリートするまで遠いですけど、まあちょっとこの後もね、また購入して、ぜひとも動画に収めていきたいなというふうに思っております。はい、というわけで本日はローラースタンプの第2弾ですね、20個までのところの分の、開封動画でございました。まあ、そこそこね集まりますし、まあ、1個ね300円ということで値段も手頃ということもございますので、ぜひとも皆様スタジアムですとか売店ですとかそういったのクラブハウスですとかねそちらの方でぜひともお買い求めください。まあ、好きな選手を狙うってなるともしかすると結構大変になってくるのかなというようなところになってまいりました。長きが好きな人はもしかしたら、20個で3つ出るんでねいいかもしれない、いいかもしれないですけど、まあそうですね、そういったところでございました。はい、ではご視聴ありがとうございました。いいねと思った方、興味を持った方、貸し回りを応援してくださる方はいいねボタン、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回おつまわり。